シュート林は見送るしかありません。森谷健太郎が決めました。見事なゴールが決まってホーム川崎待望の先制点。これはすごい。いや思わず下村さんも素晴らしいという声が漏れました、はい、いやあのね1度目最初ボールコントロールした時に打つ気持ちあったと思うんですよ。でも相手の動きをちゃんと見てもう一回持ち出した、それでシュート打ったんですよ。そのシーンです。ここで一人かわします。そしてこのシュート、しっかり